3 4 4 8時だよ、違うよ。ちまって、元気いいよ。元気、俺が言うから最初に言う。ああ、いいよいいよ。はい、本番いきます。3秒前。8なんで8から始まるんだよ。はい、お願いします。はい、ということで始まりました、金曜ごとくじ底上げ丸々。うわ、大丈夫かよ。今絶対8時だよって言おうとしたじゃないですか。ちょっとね、この本番前にそんな話をねしてたからね。そうだよね。はい、本日も北千住シエブリ生ライブ、はい、生配信でお届けしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。なんでいつも沖縄さんは猫立て声なんでしょうね。え、猫立て声ってどういう声のこと言うの。何、猫立て声って。いいじゃないみたいな。あら、え、いいじゃない。だからこう、あの、いろいろお誘いがあるんですよ。いやいや、ない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 、ね。でもまあ今日久々の座りトーク。そうなんですよ。座りトーク久しぶりの座りトーク。あ、新年、あれ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか入ってきた。なんか、これ音消さないと。なんかそうですね。遅れて音が聞こえてきてる。なんか一国堂さんの腹話術みたいになっちゃってる。リアルなね。私はですよ、お休みしてたので、新年明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。やっと謹慎も解けました。謹慎も明けて、ちょっとですね、本当年末にね、お伝えしたかったんですけどですね、うん、実は本が出まして。あ、見たよ。 DVD と本が出まして、うんうん、この、お家でできるのど筋トレというのが、ヤマハさんから、出たんですけど、はいはい、まあ、これ本当 DVD を見て、うんうん、DVD 付きでやっていただきたいんですけど、うん、じゃないと喉を使うものなので分かんないんですよね。あんま、ほら、分かります、はいはい、こういう風に乗ってるんですけど、えーとかうーとかいうのは、うんうん、これだけだとエクササイズは分かるけど、どういう風に声を使ってるかが分かんないと思うので、うんうん、ぜひちょっと見せていただいてもいいですか。すごい変な。あ、これ全部ディエッピーなんですか。いや、2人の、開発してる、もちろんこう、はいはい、先生というのは男性の東先生っていう方が作られた本なんですが、中に、まあ、私ともう一人の、うん、先生、うんうん、美香さんっていう先生と2人がモデルになってやってます。おお。そんな、いや、そんなシーンないだろう。でもね、美香さん年齢的に高田さんのね、ゾーンかと思います。すごい綺麗な方なんですけど、うん、だ今もダンサーとかやられてて。そうなんです。私も美香さんもそのスポーツボイスのフィットネストレーナーで一緒にやらせていただいてるんですけど、なんか面白い顔とかあるね。そう、顔トレーニング。確かにね。しかも今マスク下で、マスク下っていうのかな、コロナ禍で。今ほら顔のこの下半分がちょっとこう衰えてるかもしれないとかね、マスク取った時に表情筋とか心配だっていうのがいろいろメディア出てると思うんですけど、そこもしっかりと動かすんですよね。喉にこう近い筋肉なので、発音のための筋肉として。リエピーファンにはたまらないね、このリエピーのだらしない顔がいっぱい乗ってる。だらしない言うなよ。だらしない言うなよ。なんかべーって顔してる。うわーとか、うわーっていういろんなね、あれが、はい、出ましたので、まあ、Amazon さんとかで売ってますので、ね、はい、ぜひぜひ、ぜひご購入していただければ。老若男女、老若男女、老若男女、ね、老若男女、はい、すごいいいですね。ける本なので、うん、ぜひぜひ、はい、これがもう出てしばらく経っちゃったんですけどね、うん、来れなかったので、ね、もっとこういうの学校とかでも、うん、やった方がいいと思うね。いや、でも本当そう。こういうのは何何どうしたの。誰誰誰いいと思うよ。誰ですか。普通のなんかのあれじゃなく、うんうん、あ、でもキッズボイスっていうのもあって、うん、幼稚園とかにも、うん、伺ったりしてたらしいんですけど、これでも見るとね、これ誤嚥性肺炎を防ぐって書いてあって、これでも結構、あら、うん、ご高齢の方は、うん、ね、誤嚥性肺炎になりやすいから、うん、ね、本当やるのいいかもしれないですよ。1日1回このエクササイズ、体操みたいな感じでね。そうなんですよ。ちょっと例えば喉仏触ってみてください。はいはいはい、で、つばをちょっと1回ごっくんってしてみてください。うん、動きますよね、上下にね、うんうん、それが誤嚥性肺炎とか、うん、いろいろこう異物とかをね、こう吐き出したりと、はい、ここの機能、嚥下機能っていうのが低下しちゃうんですけど、じゃあどう鍛えるかっていうと、うん、もう一回触ってみてください、うんうん、そしたら高い音、ふー、なんでもいいので、ふー、高い音とふー、低い音、交互に出してみてください。動きませんの。動く動く、それなんですよ。
結局喉ってじゃあ筋力とかトレーニングしようとしたら、はい、ごっくん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 って飲んでないと要はいけないんですよ。こうあの筋肉が伸びたり縮んだりっていうのがふんふんふんでできるんですね。ごっくんっていう筋肉と高音低音を出す筋肉っていうのが一緒なので、はい、この、 あのスポーツボイスでは声を使って上下させて、うん、あの喉のストレッチとか筋力をこうつけていこうっていうプログラムなんですね。あ、なるほどね。そうそうそう、まあ早く言うとそうだね。なんかすごいですね、うん、あの他のとこだとじゃあ30回飲み込みましょうっていうトレーニング結構メインだったり主流だったりするんですけど、そこをまあちょっと歌とかに変えてったっていうやつでございます。真面目に話すと、うん、これいいね。これでも DVD 付きですから、うんうん、この DVD ない人はどうするのこれ。 DVD ない人は DVD プレイヤーない人、いや見てるだけでもよかったよ今ね。まあ、でも DVD を見ながらやった方が絶対いいわけでしょ。もちろんもちろん。で DVD プレイヤーがうちにない人はどうすればいいのこれ。まあ本だけで、あとはあれですね、うん、YouTube とかでもあの説明とかいろいろちょこちょこはいはいこういうことって載ってたりできるレクチャーはあるんですけど、うんうんうん、でも要はこう喉を鼻歌でもいいし、うんうん、こうずっと同じトーンで人って喋るじゃないですか、うんうん、はい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 。だからこう歌とか歌ってる人は問題ないかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱそうすると声帯の動きがちっちゃくなっちゃうのって、うん、ちょっとこう鼻歌お風呂で鼻歌歌うだけでもいいし、うん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 、その知識だけあれば全然問題ないとはね、うん、思うんですけどね。例えば高田さんみたいに鼻歌が音痴な人でも大丈夫なの。あ、音痴は全然大丈夫です。音程はね関係ないです関係ないの、ね、音程関係ないすごいからね俺の音痴も。そうだったんですか。 GBGB の時から あの時 ひどかったとか大変だったね。大変だったよ。そう、え、知らないの。知らない。音取れない。有名だよ。そうそう、有名。足立区じゃ。知らない。そうなんだ。じゃ知らない。何本かに入るよ。足立区の音痴の。だいたい足立区の人は、うん、結構音痴なんだけど。いやいや、いやいや、それちょっと偏見でしょ。だいたい音痴なんだけど、その中でももう指折り。高田さんはね。高田さんは本当すごい。例えば何歌えばいい。昔ほら、あのほら昔ね、ほらコンビ組んでた時に、うん、ほらトンネルズさんみたいにほら歌出してる、うん、あ、そうだね。で万が一俺らももし歌出すとしたら、うん、でも高田さん的にちょっと難しいだろうなっていうのはね、あったよね。ちょっと話してましたけど、あの歌詞で聞いちゃうから歌も。どういうこと？どういうこと？ワードの方で聞いちゃうから。詩を読むって感じ？そうそうそう。音感なんかどうでもいいね。いやいやいや。音感なんか歌はどうでもいいね。音楽言ってるんだ。じゃあ別にぶっちゃけ。詩集読めよじゃあ。それでもいい。ポエム読めよ。詩集を誰かが読んでくれればそれを買う。3分でまとめてくれれば。なんだっけ？斉藤ひとりさんじゃないけどなんか。縦の糸はあなた。確かに。とかあるでしょ？あるね。ああいうのも詩だけでいいよ。詩だけ。はい。唯一歌えるのがもうユーミンだけだもん。ちゃんと歌うの。最後はちょっと物まねてるの。真夏のような夢ね。ユーミンはね、しかしいつまで経ってもね、綺麗ですからね。本当ですね。ああいう人はいいですよ。うん、あ、ところで、うん、ところでになっちゃうんですけど、うんうん、ところでになっちゃうんです、うんうん、成田悠輔さんってします？あ、聞いたことある。今自分がね、好きで見てる YouTube なんですけど、うん、YouTube っていうか、まあそういうなんか、アベマ TV とかそういうのによく出てるんですよ。あ、まあ簡単な経歴紹介すると、うんうん、まあ、東京大学を首席で卒業されてる方で、うんね、35歳ぐらいなのかな。で今どこにいるかっていうとアメリカのイェール大学、うん、あ、はいはいはい、うん、いい小さい絵って書いてね、うんうんうん、イェール大学の准教授やってるんですよ、うん、はいはいはい。で日本で人で海外で准教授やるって相当できる人なんですけど、その人のをよく見てるんですよ、YouTube を、うん、経済学者、経済学を教えてる。あら、真面目な感じですか。真面目な感じ、うん、でその人があの、ま、日本でいうひろゆきさんとかね、ホリエモンとか、ホリエモンさんとか、はいはいはい、そういう落合陽一さんとかが、うんうんうん、もう逆に天才と認めてるような、すごいね。逆にひろゆきさんがね、天才って言ってるのは、ね、すごいね。なかなか言わないですからね。全然こう、突っ込んでこない。それはあなたの意見ですよね。なんて言わない言わない。もうやっぱり俺の意見してちゃうのかな。認めちゃってる。で家なんかあの優秀、まあ、家庭もいろいろ複雑で、うん、なんかそのお父さんの会社が、うん、なんていうの、倒産みたいのして、うん、お母さんがもう貯金残高2000しかないと、うん、多分そういうので塾とかやめて独学と自習で、うん、自分の勉強塾行かずに、うん、東大合格する、すごいねっていう人なんですよ。
ただ本だけがいっぱいあって、うん、何百冊家に多分お父さんが好きな人で、うん、そういうのを読んでてっていうで引きこもりだったっていう、うん、全然学校も行かずに自分の勉強独学で独学ですごいね。でその人が日本の教育、まあ、ホリエモンさんとの番組の時にしたのが、うん、日本の教育制度のちょっと限界に来てると、うん、いや思う思う思う、もう要は、うん、その同世代でつるむ意味がないんじゃないかっていうのを成田さんはよく言ってるの。なるほど、ね、思春期の時にその目的も目標も体力も学力もバラバラな人が集まって集団行動させる、うんうん、この労力で日本人の優秀な人間を何人もこう、うん、なんていうのね、失ってると、うんうん、すごいわかる。だからもうはっきり言っちゃって、うんうん、中学校義務教育だけど、うんうん、進学する人はそのクラスなり学校、うんうん、でもう中卒で働きます、体育だけ好きです、もうね、うんうん、もう力の仕事高校はとりあえず行くけど、うん、みたいな人はそういう学校、うんうん、もうそういう分業っていうかね、うんうん、分けないと今後優秀な人が無理でしょっていう、うん、その同じ教室にいて同じ学校にいて、うん、片や勉強別にどうでもいいっす、片や優秀な学校行きますっていう人が同じ授業を同じ空間で同じ時間にするっていうのはおかしいっていう風なのを唱えてる、うん、日本のね政治家と対談してるんですよ、ね、うん、で教育に力を入れる教育に力を入れるって言ってるけど、結局は何を具体的にやるんですかっていうと、うんうん、その教育のその例えばさ無償化だったりとか、うんうん、それも確かに勉強そのね、うん、行きたくても行けないっていう人を少しでもね、うん、こう勉強できる環境にっていうんだけど、環境って言ったらそこなんじゃないっていうのを言ってるの。その教育プログラム自体に言ってんだよ、だからでもね。そう、うん、あそうそうそう、ね、プログラムの方を変えない と意味ないよって。そうそうそう、それで初めて制度が生きるんじゃないかっていう。今まで自分が小学生とか中学生だった時はそういうこと気づかなかったけど、うん、親になって子供の、うん、何その風景っていうかその学校制度を見てるとなんか違和感を感じるんだよね。感じるんだ。こんなんじゃよくよくやってんなって思うもん、うん、娘も。特に我々はね、うん、まだね多かったから、うん、人がね人が、うん、今もうね少ないから、うん、ちょっともうちょっとそうやらないと厳しいかもしれない、うん、個性すごいみんな一人一人違うから、そうだね、違うでしょ、言ってる意味がすっごいわかる。今日娘中1のね娘があの学校のアンケートみたいなのやってたわけ、うん、でそれはどういうアンケートかっていうと、校則を守った時に校則を緩和しましょう、髪型に関する、うん、だからどこまでは許しましょうか、うん、今あの男子の2ブロックっていう、まあ、自分もねよく2ブロックするんですけど、2ブロックって中学校禁止なとこが多いんですよ、うん、なんかあるよね。ただなんでっていう、うん、2ブロックって刈り上げて爽やかで、うんうん、涼しいしね、涼しいし、うんうん、決してこう耳にかからない、眉にもかからないのに禁止されているブラック校則っていうのがあって、うん、そういうのを今川口市とか、うん、そういう多分東京ものじゃないですかね、うんうん、こう見直していこうって流れになってて、うんうん、そんなアンケートしてましたよ、うん、いやでも正解だと思う。髪の毛って関係ないよなって思う、うん、それは私もそう思ってました。勉強真面目にだからね、全然みんな揃える必要ないかな、うんうん、ないないない。小学校もさ、うん、あの小学生も、うん、今ほら入学する子とかいるじゃん、うんはいはい、小学校のそのさ入学のあれも見るとさ、うん、なんだ全部決まっちゃってんのね、あの筆箱とかも、うん、そう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 、何あの何あの片面しか開けられない筆箱、うん、じゃないとダメとか、ダメとか、あ、なんなんだろうあれ、なんだろう、不思議でしょ、うん、なんか金絡んでんの、あの文房具屋となんかさあるね、うん、そういうのだからね、うん、いらないと思うんですよね、もうこれからは。だから多分 俺が思ったのは、うん、だから結局その子供同士で違いが出ちゃうと、うんうん、ダメだよっていうので学校で全部統一にしてんのかなって思ったのよ。貧困みたいな、そうじゃなくて全部ひっくるめてね、だから違いが出ちゃうとそこで差別が生まれちゃうから、うん、だから差別が生まれないように、うん、なんていうの、違いそのものをなくしちゃおうみたいなさ、うんうん、みんな一緒みたいなね、そう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 、日本独特のねっていうふうにやってんのかなとも思ったんだけど、それもなってなるじゃない、無理だよね、そうそう、無理だと思うよ、どっちかだよね、でもとことん自由を認めちゃうか、うん、なんか自由っていうか個性を認めるでいいんじゃない、うん、そのそうだよね、美術系の子、体育系の子、それこそ ね、だから違うから、うん、違うからいいとこあるからみんな、そうそう、でもね、俺が一番ね、うん、あの俺が子供の頃が今もっと、うん、導入してもらいたかったなって思うのは、うんうんうん、あれ何、飛び級制度、
あ、それは必要ね。それはいいと思うよ。俺ね、日本に飛び級制度があったら、うん、俺でも勉強してたなと思うもん。わかる。うん。飛び級なんで ないんですか？日本はないよ。だって飛び級制度の友達なんて聞いたことないだろ、日本の中に。うちの学校のバカかと思ってたけど。いや、ないよ。ないよ。ないんだ。だって小学校、何あの、俺の同級生今東大入学したんだって人いないでしょ、だって。いや、私の周りにいないだけかと思ってたけど、ないか。飛び切ってないんだ。ないんだよ。え、なんで？海外では結構あるんだ。海外はありますよね。だから、もう17歳と、うん、ね、13歳が一緒の学年とかね。だからさ、結構ある。子供心に、うん、同じ学年の中でとりあえずこんだけできてはいいやっていう自分もいるじゃない、やっぱり子供心、うんうん、あるね。いや、いいと思うよ。だから、あれ飛び級だったら、飛び級があったら、うん、どこまで自分いけんだろうなとか思うだろうね。なんかさ、自分の好きなチャレンジしようと思うじゃない。思うよ。思うよね。もう16で、来年大学行っちゃおうかなって言ったらやる気出るから、うん、から、ね、言うと思うよ。夏休みも勉強するし、そうだ、さっさと、なんていうの、あの、うん、勉強を終えて好きなことやりたいと思ったら、そうだよ、そっとと卒業するでしょ、勉強して。そうするよね。そうなんないか、クラスで。しちゃうよね。しちゃうよね。それ。ほんとしちゃうよね。っていうか、ほんと必要。うん、もう、だんだんそうしないとダメだと思うよね。もともとはその、なんも都市伝説だけど、うん、日本からそういう飛び級制度とか、うん、そういう突出した子を、うん、あの出させないっていうのも、だから、GHQ のね。GHQ の、要は、日本がまた、そういう、なんていうの、優秀な人材を出さないための政策、ね、教育だからもう。っていうふうに言われてたりするよね。変えないとダメだと思うよね。うん、で、海外で言うと、うん、ほら、やっぱり義務教育がないから、うん、アメリカとかで言うと、ほら、字も書けないし、うん、何もできないっていう人は多いんだよね、うん、結構。1割ぐらいいるんでしょ、うん、国民の。字も書けない、教育受けないから。アメリカで？そう、だってスラム街で育って、うん、スラム街で。一応日本はほとんどの人が 99.9% ぐらいは学校行ってるわけじゃない。行ってる。だから、漢字は読めるじゃん。うん、一応は、引き算足し算ぐらいできるじゃん。うんうんうん、できる。それもできない人もいる。何もない、うんうん、だからそういうのがない限り、うん、日本ももうね、うん、いいんじゃないっていうのはホリエモンは言ってたね、うん、別にもう格差つけちゃって、うん、みんなが同じぐらい の、 あの学力持つ必要はないと、うんうん、いや、あの必要最低限の学力があればいいと思うの、みんな、うん、みんなが必要最低限の学力があればいいと思う。それ計算までじゃないけど、でもパイなんか、いや使わないもんね。使わない。事情とかなんか使わないもんね。冗談じゃないよね。いやでもリットルもなくない？リットルも使うよ。リットルは使うでしょ。使わないよ。リットルは使うわ。リットル読めないじゃんだって。いやさ、1000ミリリットルのさ牛乳って何リットルよ。わかんない。ほら、わかんないんだよ。もう一回やり直して。なんでわかんないの？使わない。じゃあどうやって飲料見てんの？見ないよ。肌感？こんなぐらいかなとか。料理すると作るときどうするの？これ何ミリリットルだと思うの？え、料理作るとき？これ何ミリリットルだと思うの？大体でしょ？大体。肌感。350。まあまあそうだ。あ、まあそうか。ほら。ね、そんなぐらいはわかるんだ。だって半分じゃん、500の大体。ぽくない？リットルだけちょっとおかしいんだよね。なんで？センチとかと比べると、ね。何が違うの？センチとかミリと比べると。何が違うの？10ミリリットルで、あ、違う。1リットルは何ミリリットル？今言ったじゃん、俺今。いや、わかんない。ほら、わかんない。堂々と。1リットル何ミリリットルか。うん、1リットルが？はい。何ミリリットル？何ミリリットル？1リットル1リットルよ。違う。ミリリットル。1センチが何ミリ？ミリリットル1センチ何ミリ？何ミリよ。1センチは10センチだっけ？なんで1センチ10センチ違う。1センチは何ミリって話？1ミリよ。なんで1ミリなの？違う、何？1センチが何ミリ？何ミリかってこと？1センチは10ミリ。そう。リットルかと思っちゃった今。うんうんうん。ああ、そう。じゃああれは？1リットルは何ミリリットル？何ミリ？10ってこと？10ミリリットルってこと？10ミリリットルじゃないでしょう。1リットル、違うんだよ。1リットルはでも、センチと、だからちょっと違うよねって言ったの。あとみんな忘れてるけど、リットルの前にデシリットルってのあるからね。あ、そうだ。それよ、デシってやつ。使わない。これはいらないよ。デシリットルはさ、使わないもんね、普段の生活の。使わないよね。いや、ほんとよくわかんない。なんでデシ？ 1デシリットルが、あれ、100ミリリットルだろ、だから。あ、そういうことか。10デシリットルで1リットルだから。あ、そっか。は？意味わかんないね。いらないじゃんっていう。デシいらないよ。うん。デシいらない。そう。
でも必要最低限の学力は必要だよね。え1リットルは1000ミリリットルってなっちゃう。デシリットルが入っちゃうから。そういうややこしいことをするでしょ。そういうこといらない、いらないんじゃない。全然いらないよ。1リットルは1リットルよ。1リットルはよく見るやつよ。なんかあと500リットルとか。それもいらないしね。理科もいらないよね。理科はいるって。理科はね、もしあの CO2 ぐらいまででいい。でも理科ってさ、幅広すぎない？幅広い広い。幅広いじゃん理科って。もうね、中学校の理科はいらないよね。分かれちゃうやつ。分かれるかも。理科によっても分かれちゃう。分かれると。どうあれ分かれなかったっけ。分かれるっていうか、理科で高校科学ってこと。2つあるじゃん、科学と。いや、もっといっぱいあったよ。もっといっぱいあったから。生物、生物と、うん、生物化学でしょ。化学。あ、そうあと物理でしょ、うん、あ、そうだそうだ。俺は地学だ。地球学、宇宙学。すごい。なるほどね。中学校でも分かれるよね、理科。生物、ただ理科じゃない。いや、理科だよ。科学。いやいや、分かれたよね。俺分かんない。分かれなかった。古いな、おじさんだもん。ダメだよこれ。中学は分かれてねえよ。分かれて、あ、社会が分かれたんだ。地理と歴史。あ、そう、うん、違う違う、俺は中1が地理、中2が歴史だから。おい、だからもう、昭和40年代だから。あれ、一緒の話。昭和もう40年前半だから、もう古いんだよ。もうだから、中学1年生は1年間地理だけ、中学2年生は1年間歴史だけ。あ、そうだった。中学3年は公民じゃなかったっけな。公民ってやったことない。公民じゃないんだよ、政治経済だよ。やったことない。政治経済だったよ。政治経済、高校になってからやった教科。いや、高校になってもやったことない。中学校で政治経済で確かあれやったもん。あのイラン、あの湾岸戦争だったから、その時に あの出せってなったんだ。湾岸戦争のなんかこの平和的解決方法を出しなさいっていうのがあったと思う。そんな中学校違うからね。俺はだって中学の時にその中3の2月が湾岸戦争だから。そうだね。で、それで俺あのそういうのがたまたま公立だったから。おめえも公立じゃねえか。いや私一応改正じゃねえか。まさか改正じゃないでしょ。あ、でもね、天気が改正なんだ。天気が改正。ありがとうございます。お後がよろしいようで。あの屋根がないからね。僕のね、高校ってもう足立区でもう群を抜いて最低な高校だったんです。当時本当に自由、もう授業中も邪魔しなければいいよっていう。進学率がだから 1% しかないから、うんうん、そうだよ。あのそれこそ、うん、俺とか高田さんが卒業した年の、うん、年の3月か4月のなんかこの夕方のニュース、はいはいはい、夕方のニュースで俺テレビ見てたまげちゃったのが、うん、高田さんが言ってたこの高校、あの高校がね、うんうん、卒業生の半分がフリーターになりましたって、そうだ、すごいだよ。特集になっちゃったの、夕方のニュースの特集で。俺見ててさ、って1% しかいないんだから、うん、でもさ、うん、今はフリーターがさ、うん、結構 YouTuber になって今はねだって俺ら高校の時にだってさ、俺ら高校の時もポケベルだよ。だってあ、ダメだ、もう就職しないと。ダメだ。 PHS が出たの卒業してからだもん。だって俺ら、そうだね、高校卒業して二十歳になるかならないかの時初めてピッチが出てきたもんね。そうだね、そりゃそうよね。まだね、とにかくね、自由だったの、うん、だからもう学校で先生が教えてるじゃない。でも先生ももうロボットみたいな感じで、とりあえず自分の時間、そうですでも教えてるだけの。で前で女の子、ギャルみたいな、今でいうギャルみたいな女の子がもう席が4個あるとするじゃん。じゃもう給食みたいな感じでこうやっちゃって授業を受けてるの、こっち黒板で。でみんなでもうあの紙のさ、ジュースみたいのみんなで飲んで、そういうなんか雑誌とか見て、もうめっちゃ話して、で隣ではヘッドホンつけてめっちゃこうやってるやついるし、GTO か、これは。そうそう。で一番後ろの方ではもうギター弾いてる。嘘でしょ。本当、音出ないようにね。大丈夫、あ、出ないようにね。あんま小さく。うんうん、じゃあ、ほんで本当にもうで前で授業聞いてるのはもう2人ぐらい。俺ももうこっち側で、もうめちゃめちゃね、もうゴリラーマン読んだり、もうね、漫画もう読みまくってた。どうやって卒業できるんですか。単位というか、その行ってれば、まあまあ単位があればいけるから、ね、あ、そうなんで、学校のテストも、うん、あの補習を受ければ合格になっちゃう、うん、0点でも。なるほど、ね、補習を何時間か受ければっていう。でもあのね、それでその高田さんの卒業した母校に、うん、あの5年後ぐらいかな、2人で。そうだね、あの、ま、だ文化祭もサンドイッチマナさんと一緒に、まだ何、あの全然売れる前よ、サンドも、うん、サンドも全然売れる前で、あとナゴミドも連れてたんだから、あの時。そうだね、今サンドさんのマネージャーやってる、うん、いるんだけど、ナゴミドさんと、うんうん、
あのサンドイッチマンと俺らでこうね、うんうんうん、3人でこう行ってさ、うん、だから高田さんの母校の校庭に文化祭で、うんうん、ババン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 って入ってきちゃって、そう暴走族みたいなババン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 って伊達さんが、サンドの伊達さんが、おい足立くんまだ暴走族いるよって言ったんだ、そう伊達さんが普通なんだ、あれはなんかまだいるんだみたいな、あれね、まあ確かにね5年経ってたから、うん、それでもまだいたね、5年か4年経ってたよね、それ高田さんの母校だから、そう今はもう優秀になっちゃった、それでもね校長先生が変わってからガラリとね、あなた人気校になっちゃった、うん、やっぱボス箱あるとなのかな、そうだね、だうもっとひどかったんだけど、だってそんだけさ、だってニュースに取り上げられちゃうぐらいだよ、だってうんさ、そうなっちゃうやっぱり、ね、確かにね、へもっと本当にひどかったの、別にそれが悪いとみんな認識せずに、うんうん、すごい自由な形で、だからもう本当に自由だったの、うん、もうやりたいことをやるというか、うんうん、俺の友達の一回来てた鍋さんと言ったでしょ、鍋さんなんかはあれだったの、4時間目の途中もうあと15分で授業終わる時に来て、うん、で給食みんな、給食じゃない弁当みんなで食べて、うん、食べ終わったら帰っちゃうから、うん、お弁当だけみんな食べに来て帰っちゃうっていう、で何をあれで言いたかったかっていうと、実はね3年生の時に全国模試みたいのがあるじゃん、全国共通学力テストみたいのあるじゃん、やった時あるでしょ、ありますよ、あるね、全国の、うん、やったと思う、まあ、東京か全国か、うん、なんか2年、1年に1回ぐらいあるのよ、うんうん、それの3年生の時にあの実はね全国で48になってるの俺、うん、すごいじゃん、原文だけ、ああここね、原文だけで、先生、原文の先生が、うん、お前これどうやって点数取ったのって言ってきて、うんうん、びっくりしたわけだ、びっくりしちゃった、うんうん、まさかだって偏差値よりね、うん、偏差値が30代しかないのに、うんうん、全国の、うんうん、でいや別にこうたまたま多分ねこう当たったんだけど、まあ、ハマったんだろうな、ハマったんだろうな、でも多少はないとダメなんだけど、うんうん、で俺は何をやってたかっていうと、うん、あれなの、原文だけは好きだったから、うん、原文の授業はちゃんと聞いてて、 あ、 そういうのある、あと他の授業の時はあのほら図書室で、うん、当時なんか日本文学を読むのがとか、うんうん、かっこいいっていうのがあったの、みんながこうふざけてる中で一人こう、うん、読むみたいなかっこよさみたいのがあったから、うんうん、芥川龍之介とか、うん、全部読んでたの、うんうんうん、その辺の、なるほど、夏目漱石とか、ね、授業に出るやつね、結構そう、あとか、まあ、海外有名なところ全部読んじゃおうみたいな、あの読めばいい100選みたいなあんじゃん、うんうんうん、全部読んじゃおうって思ってたからあったの、うんうん、で48位で、うん、でだからね、あのさっきの成田さんの話じゃないんだけど、うんうんうん、48位に全国で入ってれば、うん、東大は行けるっていう感じの原文だけだった、だけど他が悪すぎるから、そうなんだよね、断っちゃったっていうか、そうなんだよね、スカウト来たんだけど来たのか、本当に来たのか、スカウト来てないんだけど、だから何を言いたいかっていうと、好きなものを伸ばせばいい、でも絶対そうだと思う、だって絶対たけてるものあるんだもん、あるの、そうそうそう、数学とかそういう物理とか、うん、そのもっと化学とか、うんうん、超得意だけど、うん、体育が嫌いとか、あ、そうそうそう、水泳が嫌いとか、うん、嫌いとかね、あとあのはいとか、うん、無駄に読まされるのが嫌いとか、集団の朝礼が嫌いとか、うん、あれは何が身につくのかなっていうところもあるんでしょ、あるあるある、俺はね、高校の、うん、学生も小学校からそうだけど、うん、例えば朝礼とかやるじゃん、やる、月曜日絶対やるじゃん、朝朝礼って、うんうんうん、くっそ寒いのにさ、意味ない、並ばされてさ、で、うん、暑い時めちゃめちゃ暑いじゃん、暑い、で俺あれをしのぐ方法を考えたことあるの、なんだ、放送委員やるのよ、あー、なるほど、ね、で俺はこれ放送委員やろうと思って、で放送委員も曜日を勝ち取らなきゃいけないのよ、その日に、で俺それでもう月曜日を何があるの、俺勝ち取ろうと思って、放送委員の月曜日を、うん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 、で、やっぱり朝礼とかがあるから来るのは早いんだけど、うん、でも早くたっていいよその日だけはと思って、見下せる、みんなを上から見てるんだもんね、そうで、それでそれで俺それで何、放送員やりますっつって、うん、月曜日勝ち取って、いいな、でみんなくっそ寒い中震えてる中、俺暖房つけながらずっとこうやって聞いてるんだとかって、こうやってなんだバカやろ、頭いい、でもね、頭いい、校長先生が一生懸命喋ってるのこっちくっちゃべってんだよ、小学校5年生ぐらいで、そういうのは身につく、なんかいかにしてここを乗り切るか、なるほどね、なんか来てないのかな、あ、そうねバカ野郎とか、沖縄帰れとかなんで沖縄めぐみじゃないんだとかそんな来てんの聞いた人いねえよ、なんで川村隆一じゃないんだとか多分ね来てない、来てない、見かけ倒しかこの隆一はって川村めぐみが来ちゃったよばあちゃん元気になってよかったねとか来てないのか、何も来てないですね、何も来てない、多分これ来てないから、じゃあ平和だ、平和です、今日平和だよ、この辺は平和だよ、この辺は平和でよかったよね、平和
そうです今ね。そうだね。だから俺もだからそのなんて好きなところを伸ばせるっていう学力、うん、なんていうのその学校のシステムあったら、うん、やっぱ変わってたなと思ったと思う。いや私も絶対。で俺なんかもうねあれなのよ高田さんの話じゃないけど。俺よく言うんだけど俺高校2年生 の、うん、あの何数学の時間に、うんうんうん、代数幾何よ幾何学よ、はいはいはい、幾何学が出てきた時に、うん、ベクトルっていう言葉が出てきたのね、うん、ベクトルって大嫌い俺ねあの、うん、私よくわかんない そこでその人生でねベクトルなんて言葉聞いたことがなかったから、うんうん、この先もこのベクトルに出会うことねえなと思ったの、うんうんはいはい、でベクトルの意味があんまよくわかんないから授業中ちゃんとさ、うん、先生手挙げてどうしたってあのベクトルの意味がわかんないんですけどベクトルって何ですかって言ったら先生がさ、うん、お前なんだかベクトルはベクトルだよって言われてそれ分かってないな先生でそこから俺もね俺の人生のベクトルが変わっちゃったって話したあーなるほどねそういうところにいらないよそういうのいやそこから俺ね、うん、あの本当ねあの勉強に対しての、ね、あれがなくなっちゃうの好奇心意欲がねわかるでそこから俺だって、うん、氷の夏から俺一切学校にノート持ってってないからもうだ取らないから物音もう出てるだけよなんかあでそうですね、うん、で結局出てるだけなんだけど、うん、だ結局ノート取らなきゃいけないものは分からないじゃんだテストでもほとんどだから赤点よ、うん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 、でもさやっぱり興味のあることは聞くのよそうなの分かる分かるだから結構ね興味があって政治経済とか、うん、哲学とか、うんそういうのに興味があってそういう授業はさ取ってないけど聞くんだよね、うんうんうん、で入ってくるのよ頭にちゃんとそうなんですよね分かる分かるだからテストでもさ、うん、あの政治経済でも、うん、あの1枚のテストのプリントの中に右半分はさ穴埋め、うん、勉強すれば絶対取れるの、うん、そうね漢字と一緒ですねそうそうでここを埋めれば赤点、ま、免れますよって問題 で、うんうんうん、で半分はね50点ぐらいなんだけど、うん、これ全部論文なのなるほどねでみんなこっちで取ってこっち取れないんだけど、うん、こっちだけ取れんのよ論文だけこっちだけもう空白分かんないからうんで得意そうだからなんか好きなもの伸びるって話でさ本当ですよねであのなんて理科の時間も地学のね授業取った時も、うん、宇宙とかが好きだからノート取んないけど、うんうんうん、大好きもう基礎知識だけで点取れちゃうわけよ基本的になるほどねである時にその地学でもう結構な高い点取って、うん、で他のテストも全部20点とか30点とかそんなもんだから、うん、もう先生に呼び出されて、でなんで呼び出さなかったかと、うん、その地学のテストだけカンニングの疑いようだからなあそうなっちゃうんだそうだから好きなもうだからあれなんだよね、うん、だから興味があるのはいいんだけど、うん、興味がなくなっちゃうと、うん、もう子供ってそうだから、うん、だから興味のあるものを伸ばしてあげるとやっぱり伸びるっていうのは、うんうん、大事なこれからの教育方針だよね、うん、確かにね、うん、ここちょまぜよこっちの何だかわかんないけどだん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 、ね、だんだん寄ってきた熱弁してきた熱弁してきたよでもねそうではあるんだよねだからね、うん地頭で勝負した方の俺も地頭中学校の時に6時間勉強してきた、うん、もう夜もうね家帰ってからずっと12時まで8時間6時間勉強してきてたやつに、うん、社会とか歴史で負けるわけ、うん、1時間ぐらいしかやらないから、うんうん、これってただのさ暗記の勝負になっちゃうじゃんと思って、うんうん、あそうなんだよね、うん、だから つまんなくなっちゃって、うん、じゃあ暗記したこれ絶対こいつバカなのに、うん、暗記した時間が長いから、うん、俺よりできてるって思っちゃうのがもう嫌で、うんうんうんだから原文で国語で勝負したから、ね、国語って漢字以外は意外とあれじゃないこの人が何を考えてるかそうそう、ね、この文からこの抜き出しなさいまたは棒線が引っ張ってここは主人公のどの部分でどの感情なのかを答えなさいだけで勝負余裕だった私それ全部ダメでしたあらららら私はだってその人の気持ちなんてその人じゃないとわからないでしょいやいやそれがわかる読めばわかるように作られてんだよそれを国語の先生小学校の時にそれを書いてもちろん罰にされましたけど私はもう見てる通り勉強できない子で体育一本の子だったんだけどだ、ね、でも体育ではすごいです千葉県で表彰されたりとかすごいねすごいだからやっぱ保健も得意でえ保健そう保健体育もですね実は得意だったんですけどいい家庭科とだからそれしか私はできなかったんだけど他のほぼ赤点とか本当にできない子だったけど、うん、国語と道徳だけがどうしても許せなくてなんでなんでなんで道徳許せないの道徳も害はないじゃんねちょちょ道徳もあれも右に習え精神というか、はいはい、この時のじゃ正解があるじゃないですか結構道徳って正解ないよねないあないか正解はないのよ考えさせるだけのものだからあれで。でも一応丸つけられちゃうじゃないですかあるの俺なかったよそんなのテストあったの道徳にありますありますだからなかったよね
あるある。だから世代の違いじゃないこれ。なんて言うんだろう、子供ながら、うん、小学校ながら、あ、こういうこと言えば正解なんだろうなっていうのを大体それはなんとなく分かる気がする。書くしかなかったのが嫌だったんだけど、国語の場合この時のなんとかくんの気持ちって私が言えるだってそんな重く考えなくていいんじゃないで重くてじゃなくて主人公の気持ちになって読むのが、うん、あれじゃない。でも主人公の気持ちなんてさ、その作者がどう思って書いたのかも知らないしさ、なんでそんなこと聞くと思って。だから煉獄さんの気持ちは分かるんでしょ。あれ漫画だから文だけだと分かんなくなっちゃ う。いや煉獄さんの気持ちは分かるって言いたいけど、でも分かんないよ。ああやってさよもやよもやって死んでったかもしれないけどさ、はいはい、もしかしたらさ本当は超極悪人かもしれないじゃないあれ、そう、あの YouTube で考察サイト見ていっぱい載ってる。いやでもね、思わないよ。私は煉獄さんを信じる、ね、私は煉獄さんを信じる、永遠の彼氏だと思ってる私も今でも。だけど人の気持ちって分かんないじゃない。だって裏切られたこといっぱいあるもん人に。そりゃそうよ。あ、でも原文って違うから、ね、国語ってその本ってだってこういう気持ちを伝えようとして書いてるから、それを読み取ればいいだけ。そうそう、読解力の作者の、そうそうそういうこと。分かる。作者が何を言おうとして言おうとしてるのかっていう、ちょろいわってなってくるから。分かる。だからね、答えは大体ここら辺だろうっての分かるんだけど、うん、それをはいってまんまと渡すのが嫌だったの。すごいひねくれてて、そんなことやってたら国語が2点4点とかが大体常習犯。俺の国語の考え方は、うん、国語なんて所詮日本語なんだから、うん、勉強しなくたって取れるよって感覚なの、ま、そうだから漢字だけやれ、ね、俺はね、漢字は別だけど、でそれで勉強しても出るところ分かんないから。で国語ってそれでさ、まあね、うん、で頭来たの、高校の時頭来たのが、まあ、そのノリでやるじゃん、まあ、読めば分かるわって、うん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 、でこの人の感情の気持ちをね、いわゆるこの国語のこの作品の中から抜き出すみたいなものがあって、うんうんうん、抜き出すんだからさ、このと何問題用紙の中に抜き出すワードがあると思うじゃん。そうそう、ね、うん、ねえんだよ答えが終わったら。そんなことある？本当、いやちゃんと先生が言ったのは、これちゃんと授業で言いましたけど、私の授業を聞いてればここには載ってないけどここだって分かりますね。そういう嫌な先生いた。ふざけんなよと思ってさ。いた。そういうのはいいよそういう言ったよ。それはねだからそういうのもあったから、なんだろうね、おいおいなんだよっていうのはあるね。でも懐かしいな、あれ面白いよ。今度やってみたら、あの某大学とかの、うん、その何年度の入試とかの問題って過去問で出るじゃないですか。絶対できないと思う。原文だけは俺できたよ結構、半分ぐらい。それでももうね、あんま読めない。あ、よ、うん、本は読むけど得意分野とか自分の好きな分野はねやっぱりできるよ、うん、そう、好きな分野だったらね、どの分野でも、ね、結局ね、うんうんうん、なるほどね。じゃあそろそろ、そね、笑いの方に持っていかないと40分経って大きなさんの笑いゼロということで、いや結構真面目になんかね語っちゃいますね。でも高田さんが始めた話だからね。そうです、そもそも高田さんが始めた話だからね。もっとねこうサクッと終わるかなと思ったんですよ。誰が広げたの？俺ぐらいで途中俺だってうんって聞いてて終わらないから入ってたんだもん。だって俺そうなの？そうだよ、見てもらえないから最初の10分喋ってないよ。だから俺聞いてただけで。そうなの？微妙だな今日大丈夫か？座っちゃってるから。そうだね、まあでもねいいと思うよ、うん、なんかそういうお話が来るかもしれない。大事大事、うん、教育機関の方から、うんうん、教育機関の方が、はい、まあ、じゃあリエッピーのねあれだったんだよね、ちょっと聞きたい話っていうのがあって。あ、そうそうそう、先生といえばっていうね。そうそう、さっきねこう、うん、楽屋トークでお話ししてて、 で、まあ、先生といえばいろんな先生がいて、リエッピーの中ではこの気候の先生、そうなんですよ、なんかびっくり仰天エピソードみたいのがあるっつって。そう、元の発端は高田さんの手から気候が出るっていう、ね、うん、そう最近ね最近出るんですよ。でまたっていう話をしてたら、うん、まあ、いや本当に気候ってあるんだよって話で、はいはい、私高校生の時にちょっとストレスを抱えて全身こう、うん、アレルギーになっちゃったことがあって。帯状疱疹みたいな。そうです。で、はい、どこの病院行ってもなかなか治らなかったのが、口コミで、うん、ある代々木にある口コミだけなんだけど、うん、先生のとこ行くと気候だけど触んないで治す、はあ、っていうので、はいはいはい、いいよって言われて、うちの母が、うん、
そういうのを入手してきて、うん、もう裏口ルートじゃないけど、うん、そこのお宅に行ったんですよ、はい、そしたらその時は綺麗な女性の先生で、うん、あ横たわってって言ったら、あーもう痛いって言うんですよ、私のこと見て、うん、でもその痛みが伝わってきちゃうみたいで、うん、じゃあちょっと待ってねって、あーとか言いながら私はこう横に出て、あ、そうそう痛い、もうすごいすごい、気候でさ痛みなんか伝わるの、やっぱもう伝わっちゃうんだよね、電磁波みたいな形で、すごかったのが、私目つぶって寝てるだけだったの、あったかくなるのよ、あ、それ俺もやってもらったことあるか分かるけど、触れてないのに、うん、で、その時私生理2ヶ月ぐらい来てなくて、うん、もう生理も止まっちゃってるような状態、うん、だからお腹の方にね、こう手を当てると、うん、腸が動くような音が鳴るわけ、グイ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 って、はいはいはい、で、あ、痛い、でなんか払ってるような感じで、霊能、ね、者みたいになっちゃう、ね、そうで本当かよこれと思って何歳ぐらいの人、でも綺麗なね、その時多分42、3くらいじゃなかったかな、周りじゃな、いや本当綺麗な綺麗なお女性だった、はい、でそれは本当に素晴らしい先生で、うん、次の日すぐ生理が来て、うん、治って2回ぐらい通っただけで治ったんです、うん、でありがとうございますしたね、でそれで終わったはずだったんだけど、うん、はい、そっからしばらく経ってなんかちょっと体を悪くした時があったんですよ、そしたら母がまたいろんな情報を入手してきて、はいはい、今度の気候の先生は男の先生、うんうん、なる、あ、ちょっと待って、うん、なんでもう一回代々木のその先生のとこ行かなかったんだろう、それがね、なんでか、なんでだろう、あ、ちょっと聞いてみろ、帰ってから母に忘れちゃってんじゃないの、でもなんで違うや、その時は、うん、なんかね、うちの母の友達がある先生に洗脳されちゃってて、その男の先生、あ、怖い、あ、で、うちの母も先生先生ってちょっと慕うようになっちゃって、やたらいろんなクリスタルとかを持ち帰ってきた時期があった、霊能者みたいになっちゃって、やっぱりそう、でもお母さんのすごい友達がもう先生、仕事まで辞めちゃって先生のアシスタントをするようになっちゃって、それでちょっと一度娘さんも見てもらいなさいよっていう流れで私が行きました、これこれこうでって、で1回目はなんかよくわかんない気候、それは女性の先生やってもらったのとちょっと違う、同じなんだけど何も感じなかった、要はなん、うん、まあでも出てないんだ多分ね、出てないんだ多分、それで、まあ、私と一緒だ私と一緒だ、水晶みたいなのね、詐欺師もらったその水晶がこれくらいのさ、うん、なんかこうちょっとこういうさ、なんて言うんだろう、うん、なんて言うんだろう、まあ、タンポン登場みたいななんかもうちょっと拾ってあげて、タンポンって言ってたの、そう、なんかタンポン拾ってあげてこういう感じみたいなクリスタルクリスタルだったわけ、クリタンポン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 も、はいはい、ガラスなん高そうなん、あ、じゃあ本当のあのクリスタルっていうかあれですよ、はいはい、水晶、おいくらだったんですか、分かんない、でも高かったんじゃないかな、母が出してるから分かんないね、あ、じゃあ高かったんじゃない、だって高校生って、あ、そっかそっか、でそんなので、まあ信頼しきってんと思ったんでしょうね、うん、でまた見てあげるって言った時に、うん、いや今日は君すごい溜まってるみたいな、なんか邪気が私にあるっていうね、これは払わなくちゃいけないです、で母と一緒に行ったんだけど、じゃあお母さんここで待っててくださいと、うん、別の部屋で行きました、でいつもと横たわってます、うん、はい、始まりました、こうしたはっ、私のお腹よりちょっと下のところでね、はいはい、なんか、うん、はっ、これはいけない、霊がついてる、え、マジでっていうわけですよ、うん、あ、ダメだ、これは強力だみたいなことを言ってて、あ、どうする、まずい、そしたらいきなり触り始めたの、あの、うん、まあ、ここにね、恥骨があるとします、うん、はいはいはい、で、恥骨をこう触って、うん、はっ、はっ、はっ、っていうのしばらくブッて鳴らししばらくやっても続いてたら、これね、はい、こんなところで言うのもあれなんですけど、そしたらいきなり私に向かって、はい、ここからは人に絶対漏らしちゃいけない、男の先生だよね、おじいちゃんみたいな先生、うんうん、これはもう大変だって、はい、それエロ漫画に出てくるおじいちゃんなんじゃないですか、いや、まさしく本当に、そしたらいきなり長戸博之さんそれでも、ね、そうエロ漫画に出てきたおじいちゃん、私横たわってるんですよシーシーってやったら、でも隣の部屋には母がいる、はい、これはもう大変だってな、お前変な男の霊がついてるの分かんだろ、分かんだろって、今からそれ出してあげるから、こんなお母さん心配しちゃう、お母さんには言えない、ダメだ、ちょっとダメだ、ちゃんと取ってあげるって言って、いきなりパンツを脱がされたわけですよ、え、マジで、そう、どうやって、ダメ、ほら、もう脱がって、脱がって、だなんかずるいのかな、いやって言わなかったんだ、だからもうシュッなるほど、なしかもなんかちょっとウィンク言うね、はっはっ、そういう AV あるよな、あるね、だからお母さんにはバレ、大丈夫、俺が何とかしといたら、なんかいかにももう行為に及ぼうとしちゃってんじゃない、あ、で、いや、おじいちゃん、で、
あまりにも私もそんななったらギャーの話だけど、うん、何をするんだろうと思ったら逆に、ね、そうさっきまではチコツに手を置いてていていていでした、はいはい、パンツ脱がしました。そしたら何の指か分かんないけどブサって入れて、はい、どこに入れたのよそれはもうタンポン突っ込むところですよ、はい、だからもうだからあれじゃない完全にその何、うん、あの確信犯ですよ、その確信犯ですよ。で、でも入っちゃったの、入っちゃった、入れられちゃったってことでしょ指そう、だからね入っちゃったんだ。女子高生が女子高生その時言っとけばさ大問題よ。それはおじいちゃんこうするよ、だってでしょ、お母さんに言うなって言うの。でもさ、その後捕まっちゃうもんだって。私もなんかさ、怖いとかはなかったのはなぜかっていうと一本指輪だからはぁってダーとかってなんか言ってるので別に動かすわけでもないの、うん、なるほどなるほど指をね。じゃあなんか本当のなんかのだから境目がね分からない。いやいやいや、さあのだとしても入れないって指なんで。いやでしょ、でしょ、治療みたいな行為で、ね、そんなの入れないって今思うとね。だけどシーってやってるのおかしいもん。あいダーいっちゃでなんちゃい言ってたんだよ。いっちゃえ、いっちゃえって言っちゃうんだよ、ね、で最後に一番最後、あーってだからもっとグワーって言って、お母さん聞こえないの声。いやでも、あーって言ってる中でいつも母が横に行ってても最後にはダッダッあーとかなんかやるんだよ。そのおじいちゃんないね、そのおじいちゃん多分ね初めてじゃないよ、そういうことやるの。いやもう絶対今までやってんだよ。でおじい見てくれがおじいちゃんだから安心しちゃうんだよ。でそう若い子だから、うんね、なんとかごまかせるみたいな。で多分それは、うん、そのおじいちゃん個人的な趣味だと思うよ。いやでもね、その後よ、その後私はもう二度と行きたくないって言って行かなくて、はいはいはい、お母さんにも言わなかったんだけど、うん、ただおかしい点が一つあって、お母さんにそのだからクリスタル、はい、あのクリポンなんだっけ、はいはい、クリポンをねお母さんが買ってお母さんに持たせてたので、私はそんなもんもらわなかったんだけど、会話を聞いてたらお母さん婦人系で、はい、あの子宮がんとかを得てて、はい、ちょっとそういうのがいろいろあったから、なんでこれを買ったのかと思った。その先生が言うには寝るときに必ずこれを入れて寝ろっていう。ああ、俺のね最初それを聞いたときすぐそっちを想像してたから。で私もそのエピソードだからあれを例えるのが、うんうん、物がもう見つからなくてタンポって言っちゃったんだけど、そうかなと思ったよ。だってそれ以外もどうそう思うってことは確信犯なんだよ。そうそう、すぐその同類だから同類だからかなぜその形なのかとすぐね、でしょ、同類なんだよ、ピンときたよね。でそれを娘も見てるんですよ沖野さん同類ってまあいいや、そしてでそれも母も、うん、なんか母はこれで良くなったらしいんだけ ど, なるほど、だけどなんかありがたいみたいになってるから、私はそれを一部始終見てて、もうね嘘か本当なのか高校2年ぐらい、絶対、ね、それさ捕まってる人いたよね過去に、うん、あのそのおじいちゃんもそうじゃないか、ね、そのおじいちゃんも捕まってんじゃない今。いや捕まってると思うよ。でそうやってこの人何人か見てきたよ今ニュースで。俺多分リエッピーが1回で行かなくなったけど、うん、2回3回やったら最終的におじいちゃんに入れられちゃったと思うんですよ。そうだと思う。順番にこうハードル上げてって最後はこれ本当効くからって言っておじいちゃんに最終的には入れられちゃってたよ多分。天狗のお面ちょっとさあれですね、絶対そうだと思うよね。次週、うん、その人を、ちょっと探しましょう捜索しよう。いや番組でってこのやるじゃなくて検索で。ちょっと早く聞いておきますよ。それね捕まってるって人いるんだよ。いやもう捕まっちゃってるそのおじいちゃん。もうだ20年ぐらい前の話でしょ。だそうよ、高校生、はい、それで湯島ああ近い、私よく行きますよ湯島のね、でもそこに住んでるわけじゃないんだよ。あるんだよな湯島。多分そのおじいちゃんはリエッピーに治療だってこう指を入れて、うん、成功した時点でよし第一関門クリアってことだと思う。次はもうちょっとまだもっとこれもっとほじくり返さないと、うん、邪気取れないからって言ってね、最後は自分自身がもう邪気払うもうものだからって言って、で天狗のお面でやられちゃいますよ怖いなしかし怖いな。いやでもね2、3回目でそれだって最初は耳とこうただ座ってるだけでこう、うんわーとかあれだったんですよ。なんか怖いよね。なんかね触れもせずに ねだってもうこっちの男二人で見破っちゃってんだから、そのおじいちゃんの手口を、ね、でも母も一緒に来てたりとか母からのだから紹介でしょ。やっぱ親子なんでしょうねだからもうあんのよ多分向こうにそういう人から見たらお母さんをまずっていうのがそのやり方手口、うん、
刃物手口があるんですよ、きっと。私どもの私どもって言っちゃったよ、私どもって言っちゃったよ。だんだん、そうだね、いろんなの言ってたと思うよ。この究極のこのハサミがある。これをこうやった時によって、痛さによって邪気が出ていくからとか、それから、えいえいってやってお母さん来るじゃん、うん、で、先生がさ、こう指入ってたらさ、あれなんじゃないの、こんなん入っちゃいましたけど言い訳するんじゃない多分。まあでもちょっとね、それ来週ちょっとその人を調べましょう、ね、はい、じゃあリエッピ告知があれば、ね、はい、引き続きこのね、のど筋トレの方売ってます。あとはまあいろいろと活動がありますので、あのバービージャパンのインスタグラムなど見てみてください。はい、こういうね、お悩みがある人はリエッピに相談してください。はい、嘘かどうかっていうね、そうそう、いろいろしてるよはい、ということで次回は4月の、また第4金曜日、はい、何日か分かんないですけども、第4金曜日夜9時からでございます。はい、それではまた次回まで、さよなら、あの人、さよなら。